ないし、あれ2人って少数派とかないし、いやいやいや、出身出身派、よりよりが産声を上げた場所どこだよ。富山県。そう、富山県、ゆめこもだよ。え、本当本当、いや、知ってたから、せっかくさ、熊谷行っちゃうからさ、今からちょっとやっちゃう、ちょっとやっちゃう、何やるよ、何やるよ。いっちょ、何してくれるの。いっちょ、うん、え富山弁で、うん、分かるかな、分かるかな、ポン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 、知ってる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 。じゃあゆめちゃんタイトルコールして、それでは聞いてください。初めてやちゃんこんな気持ちにさせてくれた、ほいほい、ちょっと知らないタイトルだった、いいねーのーで、カン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 、ありがとう。あれ？なんかイチャイチャしてない。え、ゆめこは声仕事中だった。え、どうでしたか？